こんばんは。さて、家はちゃんと掃除されてるかなぁ、なんて考えながら、母親が帰ってくるとします。ワクワクしながら帰っているのに、掃除されてなかったらドンマイすぎます。そんなことが未来に起きないように、こんなゲームを考えました。スタートすると、ある程度のランダム性を持った部屋の床が作成されます。その時5箇所、特に汚れたお掃除スポットも作ります。母親が帰ってくるまでの間にできるだけ部屋をきれいにするようなお掃除ロボットの動き方を作ろうというゲームです。制限時間は30秒、開始地点に充電スポットがあり、充電しないと15秒でバッテリー切れになります。タイル1枚につき1点の得点が入りますが、汚いお掃除ポイントは1枚5点です。さあ、皆さんならどんな動き方を考えますか？とりあえずサンプルとして私が作った動き方での今回の点数は69点。この動き方は汚れたポイントに下から順に向かい、充電が 50% を切ると充電スポットに行くという感じです。汚れた床をだいたい掃除し終わった後は前進し、壁にぶつかったらちょっと下がってランダム回転の繰り返しです。後半無駄な動きが多い気がします。64点、このアルゴリズムだと大体こんくらいのスコアです。次は、センサーの距離を少し長くし、壁を検知したら単純に右に90度回転し、前進するだけにしてみました。充電が半分になったら、チャージしに行くのはそのまま残しています。さっと動き方が変わって面白いですね。でもこの単純な方法では、汚れた床の位置によって得点が変わるかもしれません。どうすればうまく掃除してママを喜ばせることができるのか、皆さん一緒に考えませんか？ということで、マインドレンダープラス工事第1回プログラミングコンテストを開催します。入賞者5人には Amazon ギフト券3000円分または工事 T シャツどちらかを選んでもらいプレゼントします。ちなみにこのソフト、マインドレンダーといって、スマホでも PC でも無料でダウンロードできます。さらに私の今回の環境をプログラム付きで全てそのまま配布することができます。皆さんもアカウントを作り、共有ロッカーのとこでこの共有キーを入力すると読み込み完了。このボタンを押すとマイロッカーに追加されてます。そんで右のくるくるを押すと、私のと全く同じものを表示できます。では、簡単に使い方を説明しましょう。右側にオブジェクトが並んでいて、各オブジェクトに、プログラムがくっついています。その中で、皆さんに改良してほしいのは、掃除ロボにくっついているプログラムです。プログラムに関してのヒントや注意点などは概要欄に書いてますので、参考にしてみてください。提出プログラムができたら、保存してからマイロッカーに行き、好きな共有コードを設定し、その共有コードをコンテスト用のメールアドレスに送れば完了です。審査は私とマインドレンダー人の方々によって行いますが、得点だけではなく、プログラムの工夫点やロボットの動き方の面白さとか、独自の基準で審査します。なので、得点にはあまりこだわらずに、自分の思ったように好きにプログラムを作ってみて楽しんでください。締め切りは9月20日です。その他、詳細は概要欄を見てください。質問などあればコメントへ。ちなみに私の最高点は、88点。勝てるかな？